耳で読む。ドリール氏の教義28、聖白食堂砲弾2、危機物語。創世記の第6章に次のようにある。人が地の表に増え始めて、娘たちが彼らに生まれた時、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。その頃、この地上には巨人たちがいた。それは、神の子たちが娘たちに産ませたものであった。人類の真の起源は、わからなくなってしまったのである。旧約聖書の創世記は、カルデア人やバビロニア人の記録から取ったもので、動物人間の進化の非常に広範な時期の間のことを言及しているのである。さて、話を戻して、聖意識が、創造物たる動物人間を見て、動物人間を通して性計画に従った権限をしようと思って、自己自身の一部を多くの光のスパーク火花に分けられた。カバラでは、火事の強大な金床から出る火花のように光のスパークが出て、好ましい世界に魂たちを権限したとある。これらのスパークは全てのものの根源に対して古代に名付けられた名称の一つである。深保持機構の松明持ち、トーチビアラという方から発したのである。このトーチビアラから、すべての、この光のスパークが出て、人の魂となったのである。聖なる光の各スパークは、一番最初の原初人の体のおのおのに入り住んだのである。このようにして、人が魂を得ると、彼は神のようになり、聖意識の一部分となって、ネゲーション、不秩序、破壊を克服して光に変質するという唯一の大目的のために、周りの世界の中に存していたのである。そして外部の空虚たる暗黒に導いている門が開かれて、ある量のネゲーションと不秩序とが物質世界に入らされて、原初人がこの不秩序を秩序へと支配変換させるようにしたのである。この原初人たちは、変換するためのある一定量のみのネゲーションだけを受け取っていたから、その変換過程は長期間にわたって行われ、成功していたのであると言われている。我々が魂と呼んでいるところの聖なる光の火花たる人は、他のすべての生物の持たない偉大なる所得性を持っていたということを思い出してもらいたい。その能力、力とは、理性の力、自由意志の力なのである。人は自分の好むところのどこへでも動く自由を持っており、自分の好む何事をもなせる自由意志を持っていたのである。人は出かけて行って、暗黒と不秩序とを取り上げ、それを克服して秩序と光とに変換できるようにと自由意志が与えられたのである。不秩序、ネゲーション、不調和は、その本性上、そのあり方が予想できなかったのである。もしそのネゲーションがある一定の種類に分けられ、定義され、それに対する境界に囲まれているものとすれば、それはもはや不秩序ではないであろう。原初人たる聖なる光の火花は、不秩序を秩序へと変換する唯一の目的のために作られたのである。我々はこの宇宙には破壊、滅失なんてものは一つもないものであることを覚えておかねばならないのである。このことは、私は熱力学の第一、第二法則を理解した上で言っているのである。物事は現れ、変化し、分解し、なくなるが、決して滅失するのではなく、変化するだけなのである。この宇宙の一大法則は変化ということである。この宇宙における何一つとして絶対的に滅失しないものであるということが分かった人で、人間の魂だけはこの例外であるとどうして言えようか。魂も一つの情から別の表現へと変わるのみなのである。不秩序から秩序への変質の過程は長い期間にわたって続いたと語られている。その時にあることが人間に起こったのである。人は自己の目的達成のための自由意志を使って、彼はネゲーションと不秩序との方へ今までよりもより深く入ってゆき、深く入りすぎたため、人は
ネガティブのものの犠牲となってしまったのである。そして、人間の失楽、神聖失楽として知られていることが起こったのである。人間の失楽は、エデンの楽園追放以上のものなのである。人間の神聖失楽、以前は、食物を得るために額に汗して土を耕さねばならないといったことはなかったのである。人は、聖なる創造力を持っていて、望むものは、何でも権限さすことができたからである。人間の失楽は、人間がエデンの楽園から追放されたという意味ではないのである。それは、自己の持つ偉大な創造能力をなくしてしまい、もはや神と交わることができなくなったという意味なのである。人は、もはや創造力を駆使して望むものを作れなくなったのである。これは、ネガティブの中に落ちてしまって、それに縛られたからである。この時に魂が結びついたところの物的肉体内の点で、魂がネゲーションに縛られて、もはや聖なる光を見ることができなくなったのである。人は、ただ暗黒の中の朦朧たる影を通してのみ光を見うるに過ぎなくなったのである。これが、聖ヨハネが、我々は、もはや暗いガラスを通して見るのではなく、今や、面と面とを合わせて見るのであると言っている理由なのである。ネガティブの悪の影が、人間を、知恵と創造力の性根源から束縛してしまったのである。この人間の失楽は、この地球上のみに起こったのでなく、全宇宙に起こったのである。この地球世界は、性意識が権限しているところの非常に、多くの世界の一つに過ぎないのである。その時に、聖意識は、我々が天使と呼ぶところの、真理の知恵の偉大なる霊を、人間がネガティブに落ち込んだのを助けるために、別の階に権限させられた。天使たちは、暗黒に束縛された光のスパークたちと共に働いた。天使たちは、各光のスパークは、男と女との極性に分断できることを発見した。彼らは、人間を、二つの極性に分けることによって、暗黒とネガティブとを消滅させる方法を見出せると思った。彼らは、人間が死、移り変わりというものを通過することによって、その時に作られた、偉大なるバルドノは、生と死との間の中において、自分たちが背負い込んだところのネゲーションのうちの少量を消滅し得ることが分かった。このようにして、我々が死と呼ぶものが現れてき、人間にもたらされたのである。死を通して、ある量のネガティブなものが、各死ごとに除けたからである。それから、人間は、長い期間の生と死の多様の生まれ変わりをするようになったのである。我々が最後に征服せねばならない敵は、死であると言われている。というのは、人間がネゲーションから自由となる最後の日には、彼は死によって束縛されなくなるからである。そうなれば、彼は、物質肉体を捨てて霊体に生まれ変わるのである。とにかく、人は、死が設定されてからは、人生から、人生への、長い生まれ変わりの期間を歩み始めるようになったのである。この時に、偉大なる方々が、人類を眺め回して、人間は、自分たち自身だけでは、自分の意識の周りの暗黒を取り除くことは、非常に困難であるということがわかり、この時に、初めて宇宙性白色同胞団が形成され存在化したのである。偉大なる光のスパーク型、偉大なる魂型が、この目的のために、聖根源によって、真理の偉大なる霊によって、この宇宙に送り込まれたのである。聖根源も、真理の偉大なる霊も、共に神と呼ぶも、何らの相違もないのである。全時代を通じて、神には、何百万無数の名称が付けられた。カバラ学者たちは、この根源を、アインアイン、つまり、ポジティブとネガティブのアインと呼んだ。モーセが燃える芝の前に立って、神と話したとき、どなたが、私を送ったと言いましょうか、と聞いたところ、神は、人々には、エヘエ、焦る、エヘエが、私を送ったと言え、と言っておられる。これが誤訳されて、我は、ありてあるもの、とされている。正しい訳は、諸金庫の金庫が、
私を送ったである。神は創造と非創造との間のバランス均衡なのである。宇宙ホワイトロッジ千白色同胞団は人間を暗黒から光へと導き、支持し、彼らの束縛を打ち砕くように導くために作られたのである。ほとんどの星のずっと向こうに、宇宙の中心に、それが作られたのである。これらの光の一団の方々は、人間のような姿形はしていなかった。彼らは、全宇宙のすべてのもの、魂が現れているすべての世界、星に対して指導し始めた。彼らは、人々のネゲーションの消滅に働き始め、ある魂たちの方が、他の魂たちよりも、急速に、自己の周りの暗黒を打ち破り、変化、変質させうることを発見した。一部の魂たちが失った想像力を取り戻したとき、宇宙ホワイトロッジは、これらの魂を一緒に呼び集めて、彼らでもって、この地球のグレートホワイトロッジ、千白色同胞団を形成させられた。この地球の千白色同胞団は、144人のマスター型、聖者、神が一体となるまでに征服した人たちからなっている。それは、何百万年も存在してきたのである。この地球のグレートホワイトロッジは、アトランティスが、まだ海上に存在していた時、ゴビ砂漠が豊翼の地だった頃に損したのである。この地球のグレートホワイトロッジは、人生と人生の環境等を克服、支配した魂たちによって形成されたのである。それは、人間が縛られているところのネゲーションを取り除くことについて人々を助けるために作られたのである。それは、大部分成功した。というのは、我々の今の時代の前に、多くの意識群が、この地球にやってきて、最高のところまで到達して、この地球から去って、より高い存在界へと移っていったからである。現在のこの第7サイクルにおいては、最後の意識群として損しているのである。あなたは、アトランティス時代のことに遡って、なぜ、アトランティスが消滅したかを、不思議に思うであろう。この理由は、偉大なる方々の指導と教えのもとに、アトランティスの人々は、それまで宇宙で知られていた、いかなる文明よりも高い、最高の文明を築いたからなのである。彼らは、そのような強力な能力にまで達し、その知識を使えば、我々の原爆や水爆が線香花火くらいにしか見えないようにすることができたのである。彼らは、この太陽系内を旅行できただけでなく、他の太陽系へも旅行できたのである。彼らは、宇宙空間の大磁気流を使ったのである。彼らは、自分たちの力を、決して破壊的には使わなかったのである。時が来て、極めて、少数の人口を除いたすべての人々は、この地球を去って、高い惑星世界へと行くだけの霊的知識と理解とに達したのである。しかし、彼らの子孫たちは、そのうちに未だに束縛された魂を持っていて、未だに高い魂の高貴に達しておらずして、古代アトランティス人たちの物質的力と知恵とのすべてを受けて、それを御用したのである。だから、その物質的力と知恵とを彼らから取り上げねばならなくなったのである。こんな理由からアトランティスは海中に沈下していったのである。単に2、3の植民地が残っただけであり、彼らの子孫が再び未開人として生まれ変わった時は、このような未開種はもはや自分らの父祖たちの物質的知恵と力とに近づくことはできなかったのである。聖意識は一つの短い物的一生なんて眼中にないのである。聖意識の中には死なんてないのである。そこには永遠の生命の実があるのである。主たるイエスは我々に対して人間は死を克服できるものであることを示しているのである。イエスはこのようにしてあなた方は私に従いなさい。私はあなた方に道を示して去ると言っておられる。彼は死を克服して再び光の中によみがえったのである。すべての人々が死を克服して聖なる一者に入る時がこのサイクル周期に来るのであり、その時に
生の支配者となり死の支配者となる時が来るのである。